はいどうも、うくしです。 UFC4 をまたやっていきたいと思います。今回は、以前からですね、やるやるっていう風に言ってたですね、バンタム級トーナメント、やっていきたいなという風に思います。僕はいつもですね、UFC4 というゲームで日本でね活躍する、格闘家に似た選手を作って、この UFC4 というゲームでね遊ぶっていうのをやってるんですけれども、ついにですね、バンタム級の選手がだいぶ揃ってきたので、バンタム級トーナメントというのをやっていきたいなというふうに思っております。以前からねやってほしいというお声もいただいてたので、今回は本当にね、真面目に非常にこう対戦カードを組んで、やっていきたいというふうに思います。前回ですね、フェザー級トーナメントっていうのを一回やったんですけれども、その時キャラクターのこう数も足りなかったりとか、あと UFC 選手を入れたりとかっていうことで、最終的にはね結局決勝がコナー・マクレガー対、マックス・ホロウェイっていうね本当完全な単なる UFC の試合になってしまったという風な感じだったんですけど、あとライト級の選手を入れたりとか、いろいろありましたね。課題がいっぱいあったんですけど、今回はじっくりね、バンタム級の選手を作ってきたので、選手も、結構ね、ちゃんといますし、本当にね以前はK1 というかね、立ち技の選手も、入れたりとかしてたんですけれども、今回はもう本当に総合格闘家だけで、このトーナメントやっていこうかなというふうに思っております。はい、ということで今回は、一応その対戦カード発表ということでやっていきたいんですけれども、まずじゃあちょっとね左上のところから第1試合目からですね。はい、第1試合目は、朝倉海選手対マネルキープです。いやもう3回目というふうな感じですけど、はい、朝倉海選手が一番最初に作ったキャラクターですかね、ボクサータイプの、非常に強い選手に、仕上がってるんですけども、マネル・ケープ選手との試合をね第1試合目に持ってきてね、この大会を盛り上げてもらおうかなというふうに思っております。はい、で、第2試合目のところはですね、ファン・アーチュレッタ選手対金太郎選手。アーチュレッタ選手はベラトールの、バンタム級チャンピオンですね。で、対する金太郎選手は、ライジンでもね活躍している、総合格闘家に、なります。僕もすごい好きな、格闘家なんで、ぜひ、ここでねちょっと見たいなというふうに思っております。以前作ってね、本当に強い選手になっているので、ぜひねここで第2試合盛り上げてもらいたいね。お互いねストライカータイプというか、アーチュレッタ選手もともとレスリングが強い選手なんですけれども、打撃でね勝つっていうところが多いので、そういうところもちょっと見たいなというふうな感じですね。はい、それから第3試合目が、井上尚弥選手対、佐々木うるか選手ですね。井上尚弥選手、今回この大会で初めて出す新キャラクターです。はい、今度のライジンバンタム級トーナメントにも、出ることが決まってますけど、本当にね顔もかっこいいし、実力もねすごいあるっていうことで、今後どんどんまたね人気が出るんじゃないかなというふうに思う選手ですね。僕もファイトスタイルとかもすごい好きな選手なので、ぜひね、新キャラクターということで出したいなというふうに思いました。で、あと佐々木うるか選手はね以前作って本当にグランドマスターですよね。もう寝技が素晴らしい選手なので、その試合をねちょっと見たいなというふうに思いました。で、うるか選手は今度フェザー級にね階級を上げるっていうことも、決まってるみたいなので、そういう意味ではこう、井上尚弥選手とかとね試合することとかももうないのかなというふうに思うんですけど、ここでねちょっとこう対戦を見てみたいなというふうに思って、第3試合はこの井上尚弥選手対、佐々木うるか選手というふうな感じになっております。そして、第4試合目が堀口教授選手対、ショーン・オマリー選手ですね。オマリー選手は、UFC の選手ですね。すごい強い選手なんですけど、まだ若くってね、しかも、UFC の、そのトップランカーにはまだなってないのかな、ですけど、実績的にはねすごいこれからまた伸びてくるような選手かなということで、万が一ねライジンでも頑張ったらいや契約がねでも勝ってますからね、めちゃくちゃね。オマリー選手これから多分
どんどんねバンタム級 UFC の中でも活躍する選手だなというふうに思うので、まあ、そのね選手と、まあ、堀口恭司選手が第1試合目というのもすごいいいカードかなというふうに思った。身長差すごいので、まあ、このあたりもどう戦っていくのかなっていうのもちょっと見たいなというふうなところですね。はい、以上の、8名4試合、から、まあ、全部で決勝までいくと8試合かな、をやっていくというふうな形になります。まあ順々にね1試合ずつまたやっていきたいなというふうに思いますんで、これからね、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。そうですね、注目するところはそうですね、個人的にはこの井上尚弥選手すごい僕的にいいキャラクターになってるので、ウルカ選手といい試合になってくれたらいいなと思います。ただ佐々木ウルカ選手というか、まあ、この UFC4 の、CPU 同士の戦いの時に寝技師めちゃくちゃ強いんですよね。柔術家のそのグラウンドの強さ半端じゃないんで、まあ、ちょっとここがねあっさり終わってしまったらちょっともったいないなというふうに思いますけど、まあどうなるのかな、すごい期待してます。はい、まあということで、まあ、ぜひね今後もっともトーナメントだったりいろいろイベントとかもやっていく予定ではあるんですけれども、今回この、トーナメント、全8試合をですね、まずはやっていきたいなというふうに思いますんで、ぜひ、期待しておいていただいて、チャンネル登録してお待ちいただければというふうに思いますん で、また再生リストも作ると思いますんで、最初からね、ずっと続けてみられるように、しておきますんでね、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。